はい、どうも皆さんこんにちは、エリスです。と今回なんですけれども、さあということでゲーム内ニュース出ましたと。夏色納涼祭り、本当はね新着出た時点でね出したかったんですけど、まあ前回の動画で話したかな、まあいろいろありまして、まあちょっと今回もねちょっと遅れてしまいましたが、今回は前半こちらの納涼祭りの、情報をまとめまして、でその後に先着オスロニアで出てたコマノスのアップデートとかそういうところをまあ紹介していこうかなと思います。なので今回結構長い動画になるかなと思うんで、まあ皆さんが見たいところだけ見て、まあ見るっていう感じでいいのかなと思います。ということで夏の納涼祭り2020ということで、こちら開催されますよということで、まずはこれいきますか。はい、ということで、コスト15の無課金ゴマですね、今回はかなりが登場しますよと。いや、かなりは登場しますよというところで、こちらかなりなんですけども、進化がこんな感じ。盤面の表になっている間、自分のスピードが減少するほど、自分の竜ゴムのアタック上昇し、最大 1.3 倍、まあ、不気味にみたいな感じか。でコンボスキルは、竜太の発動で、自分の竜ゴム1枚につきアタック 1.2 の最大 1.8 と。いうことで、まあ竜版不義務にみたいな感じですかね。まあこの際のコスト15ロとか、まあ、使わないんじゃないかなと、まあ正直思いますね。まあなんでこっちはあんまり使わないかな。はい、次10日の方ですね。10日の方はコンバート効果アップになっておりまして、混合条件で発動できます。自分の、このコマが手駒にある間、自分のコンバート変換率が 25% 上昇すると。でコンボスキルもコンバート効果アップで、HP 70% 以下で発動できます。で自分のコンバートスキルの変換率が 60% アップするというものになっておりますと。いうことで、まあ、上昇率で言えば10日団体かな、コンバート版の10日団体みたいな、そんな感じなのかな。まあ今コンバートはね団体が下げられちゃったんで、進化団体が下げられちゃったんで、まあ、トリプルオーラ状態が作れないっていうところもあるので、まあこれ使うっていう手もなくはないのかなっていう感じはしますけどね。まあただこのコスト15の駒入れるってなると、まあ多分ミニ駒を多分入れることになるのかなと思うんで、まあコンバート今有力な B 枠って多分いないと思うんですよね。なんでこれもちょっと現状は使われないかもしれないですけど、まあ作っておいて損はないかなと思います。はい、まあ、そして今までのね、こういうガダイオとか、まあ、この辺りも出ますよ、ということですね。はい。一応これ見ますか。あれね、コイン消費で、まあ、バトルコインもらえますよ、という感じのやつ。さあ、ここからですよ、ガチャ。ってことで、まあ、見ていきましょうか、性能。毎年。S ゴマがパールバティですね。納涼パールバティということで、スキル神ターンで続きます。で、神ゴマ4枚以上で発動できます。盤面の模型になって2ターンの間、毎ターン背の特殊なメーチャーを与える、さらに受けた通常と特殊の 70% ですと。コンボスキルが神ターンで発動できます。でかつ盤面に自分の神駒5枚以上、まあ、まあ、こっちは5枚と。で、神駒1枚につき600の特殊ダメージ最大5500ということで、まあ比較されるのがクリスかな。まあフォース、このスキルでいくと、まず僕はクリスの方が強いかなと思います。やっぱ3ターン1200、やっぱダメージが欲しいかなと思うんですよ、個人的にはね。カット率はこっちが70でクリスが84かな。ってことでこっちの方はカット率は高いものの、やっぱ僕としてはダメージが欲しいかなと思うんで、それでいくなら、まあ、クリスが強いと。まあ、ただクリスよりも強いのは、こっちはですね上昇率が高いと、コンボスキルの、確かクリスが500とかだった、550だった、まあ多分そんぐらいだと思うんですけど、まあそれに関して言うならパルバティの方が上昇率は高いと。で最大がこっち5500でクリス最初6000出るですけど、まあ上昇率高くて最大値出しやすいのはこっちですよというところなんで、まあ好みになってくるかなと思います。はい、次クイルクエですね。こちらマターンで発動できます。で、盤面の駒が10枚以上で発動できます。表になって3ターンの間、毎ターン相手の HP を600吸収、かつ相手のキャラクターのアタックを 15% 減少するミヤズマ。コンボスキルが氷結、マターンで発動できます。で、相手のキャラクターをランダム2つ氷結状態にし、氷結カウントを2増やすということですね。はい。
これ割と強そうじゃない。まあでもスキルはあれか、なんだっけ、ブライダルケラブ、ケラブの吸収量が上がった感じだよね。で総量としては1800吸収かな。まあでもそこそこ強いんじゃないかな、このキャラクターで。コンボスキルも氷結ってことなんで、まあ火炎とか止めたりとかできる感じかなと思います。最近上さんですね、氷結ちょっとずつではあるんですけど出てきましたね。またね、火炎を抑えるためなんでしょうか。はい、次、これはな、農業水木ですね。スキル流弾で発動できます。かつ自分の手駒3倍以上の呪い、かつ相手、自分の HP が 60% 以下と条件結構ありますね。3ターンの間相手のキャラクターアタック450、威圧ですね。はい、減少と。でコンボスキル捕食になっておりまして、流弾で発動できますが、自分の手駒の2枚以上呪い状態、はい、でアタック 1.4 倍の 50% 回復というところなんですけど、これは正直弱いんじゃないですか。テクトニクスっていう最強決戦のキャラクターが いるじゃないですか。あいつ HP 条件とかなくて、あいつ3ターン500減少ですからね。最強コマに負けてるんですよ、スキルの性能で言うとね。でしかもあいつはコンボスキルが呪い打ちで3つ打つするよということなんで、まあ差別化は、まあ、できてるっちゃできてるかもしれないですけど、まあ、威圧は正直暗黒にはあんまり使わないし、この 60% 以下って条件がある時点でちょっときついんですよね。なんでテクトニックスの方が優秀なのかなと思いますね。はい、次ザフゲール天使と、さあ能量ザフキですね。こちらが、自分のくさび3本以上で発動できる、2ターンの間特殊ダメージを 60% しますと。でコンボスキルも神ターンで発動できます。で、あ、スキルの条件の忘れてたね、くさび3本以上、あ、言ったか忘れちゃったな。まあ、まあ、とりあえずそんな感じで、コンボスキルは神ターンで発動できます。で自分のくさび5本以上で発動できますと。で4本生成しますよというものになっております。まあこれはどうなんだろうな。まあ、まずスキルの性能としては、まあくさびデッキで使える2周年座敷みたいな、まあそんな感じですよね。で、コンボスキルが4本生成ですが、これ5本以上って条件がついてるんですよね。これ5本以上っていう条件って、多分くさび消費した後だと発動しないなんてこともあるかもしれないですよね。まあその辺どうなんだろう。でもリザレクションボルトとかにはちょっと強そうに見えますね。はい、次ビアビということで、いやちょっとボイスあるかなと思って一瞬黙りましたけど、ボイスなかったですね。スキルがアンデッドですね。またアンデッド続きます。2ターンの間相手から、あ、相手の受ける回復が毒ダメージ回復になりますと。で特殊なコンボスキルがライフバーストか、バトンで発動できるライフバース最大2500というふうになっております。これはですね、本家のミヤビのアンデッド要素を引き継いだ感じですね。でコンボスキルがライフ倍になってて、まあより使いやすいという感じですね。これはですね、吸収メタとかに使えそうな感じですね。ちょっとこれもちょっと欲しいかな吸収とか多そうな時にこいつ入れてね、メタれるかなといったところでちょっと欲しいかなと思います。はい、次ガランですね。能量ガランですけども、こちら2000のダメージを受けて 2.1 倍の貫通、ほうほうほう。でコンボスキルが自分の HP 減少するほどアタック上昇の差で 1.7 倍ということで、まあ使うとしたら今後ですかね。ただな、2000のダメージ受けるのか。これだったら多分エルケス入れるかな、東海エルケス。うん、まあ貫通はあいつはついてないけど火力が高いし、でコンボスキル HP60 倍から固定 1.6 倍なんで、多分あっちの方使いやすいんじゃないかなと思いますね、個人的には。はい、さあ新能力もこんな感じ。そして属性編ありますということで、属性編なんですが、まず神編ですね。まあ全部上がってるね、今までのやつ。そしてこれですよ、これが欲しいんで、これがおやこれが欲しいのよ。これがしっかり確率上がってますね。引こうかな。で竜編、まあ竜編もこんな感じですよと。
竜編は何が強いんだろう。そんなに強いやついないんじゃないかな。うん、なんかそんなに強いのいなさそうな気がしますけどね。はい、多分までね、能量ミフィスト狙う人とか神編で能量に行こう狙った人が結構いいのかなという気がしますね。はい、さあ、そしていつも通りパックありますよと。で、こちら選べる S ゴマパック、すごい簡単今はい、選べる S ゴマパックということで、透過済みの能量 S ゴマ、なんで去年の能量ゴマが透過されてるんですよね。後で性能は解説するんですが、こちらが買えますよと、選べるよというところで、2個欲しい人いるんじゃないかな。2個ね、進化強いからね。はい、で、松パック、竹パックありますよと。埋めないのか、埋めちょっと欲しかったな余裕があったらちょっと買ったかもしれないけど。はい、次、お祭り廃校でしゃべるということで、まあ、さっき交換、さっきの交換所でかなりがいたと思うんですけど、あれで使えるコインが手に入りますよと。1000枚手に入るのは 14章で、すごいな。だからいつもよりコインの量多いんじゃないこれ。で、しかもアンブロシア、エリクシールも入ってるし、星のかけらももらえると、これはやっておきたいですね。はい、そして解析の、まあ、ログ棒ですね、100枚もらえますよと。そしてこれですよ、これコマショップにキャラ追加ということで、なんと能量アラーチェ、能量メフィスト、能量シェンメ、能量ウリエル、ジュリス、フロワイエロ、ニコン、ヤコ、レオノーラ、この9体が入りますということなんですけど、あとびっくりなのがね、このニコ、ヤコ、レオノーラが入ってるっていうね、これ去年の能量ゴマなんで早いですね、効果に出すのも効果できるんだ。あとメフィストちょっとね、もしガチャで出なかったりしたら、まあ交換したいかな。例えばなんかね、能量ガチャ引いてメフィ出なくて他の能量 S が出てよっていう時に、まあ交換使えるよというところですね。はい、あべ戻っちゃった。はい、こっちですね、こっちってことで、投下解放を来ましたと。去年の能量ニコ、能量ヤコ、能量レオノーラ、この3体の投下が解放されましたよということで見ていきますか。さあ、まず能量ニコ、いやーなんでそうですかってことで、こちらの進化が神射精機でかなり強い性能なんですが、果たして投下をどうかという話なんですが、スキルが神ターンで発動できます。で、ターン開始時の盤面のコマソース12枚以上で発動と、2ターンの間1800の特殊メージ、うん、コンボスキルが2枚以上ひっくり返すのマスで発動できるアタック 1.8 倍、うんうんって感じだな。これは正直に言うと進化ガムの劣化版みたいな感じはしちゃうかな。あいつは神ターン条件だけで3ターン1500入りますし、この12枚以上って割と発動しないんですよね。リターン1800って性能だったらティタニアとかいるんで、まあティタニア使うかな、これだったら。うん、ティタニア初手出しとかできる上に、まあ、コンボスキルも 1.8 倍出しやすいんで、あいつはこれ2枚以上っていうのも、まあ、意外とネックになったりするのかもしれないですけど、なんでそんなに強くないかな。こいつ当たったらだから進化で使う方がいいのかなって気がしますね。次、ヤコ。はい、ヤコは、進化の方は2ターン1000吸収だったかな。2枚以上返しで発動できる2ターン1000吸収とかだった気がする。このように2枚以上っていう条件が結構邪魔だったんですよねはい、でなんですけど、こちら投下されまして、スキルがマタンで発動できます。通常攻撃ダメージの 120% の特殊ダメージということなんですけど、まあ、スキルだけ見たらイズギフと同じ倍率で強そうだなと思うんですけど、アタックがちょっと低いな。もうちょっと高くしてほしかった感はある。1200ぐらいは欲しかったかな。はい、コンボスキルがね暗黒なんですよね。しかし、またね発動きます。アタック 1.5 倍の相手の左から2番目の手駒を呪い状態にするとってことで、まあこの位置を固定して呪えるのを強いっていう人もいるんですけど、まあ、僕は正直なところランダムが良かったかなと思いますね。これだとオーラを呪ってくれる可能性、まあ、リーダーとかねを呪ってくれる可能性がないんですよ、リーダーオーラ。なんでランダムの方は良かったけどな、僕としては。うん、メリオダス、まあメリオダス持ってる人結構少ないと思うんで、だとしたらまあ使えるんじゃないかなと思います。はい、聖者、
最後レオノーラですね、竜ターンで発動できます。で自分手駒3枚以上の呪い状態の時に発動できます。ターン開始の相手の HP 70%、 相手の HP じゃないわ、自分の HP か 70% から発動できます。で、ランダムで3つ打つと、でコンボスキル竜ターンで発動できます。でアタック 1.4 倍で、自分の手、自分の手駒の呪い状態でない駒をランダムで2つ呪い状態にすると優勢のようになっておりますよと。まあ、これはどうなんだろうな。このコンボスキルはね、いいと思う。コンボスキルは自分の手駒の呪い状態でない駒を呪ってくれるということで、まあ呪い値、まあクラナリーダーとかバレンタインコダイとかあのあたりだと呪いが結構ね固まりやすいんで、呪ってない駒を呪ってくれるのは結構いいんじゃないかなと思うんです。コンボスキルね、 HP 条件がまたついてますよ。 70% 以下もまあ割と発動はし安くはない気がするんで、まあこれだったらグインとか入れた方が普通に強いと思います。はい、能量イベントはこんな感じかな。はい、こんな感じですね。なのでじゃあ次はじゃあ新着の情報を見ていきましょう。はい、ということでここからはですね、新着オーストラリア内の情報ですね。まあゲーム内に出てないやつを見ていこうかなと思います。ということでまず最初こちらですね、ミラティブ配信ということで、ルルカのスキル会、ルルカゴマのスキル会議がミラティブで行われるらしいです。トーカフィグミの時みたいな感じでこのスキルがいいっていうのをまあみんなでね話し合う場ということで、これは行きたいですね。ぜひ7月22日の水曜日の19時から20時、まあ休み前なんでね、時間結構余裕ある方多いんじゃないかなと思います。はい、で次7月31日向けたお知らせ、これがね大事なんですよね。8月スキルバッジ方針、そして、火炎極炎スキル、そしてか、駒の性のアップデートと、オセロビューイング。この4つですね、見ていきましょう。そもそも8月のスキルバッジ方針なんですけど、まあ、7月ですね、今月のスキルバッジがこの、なんて言うんだ ?15 体ですね。ん?違うな。17体か。17体ですよ、と。で、この8月、まあ、この7月のバッジを見てデータを元に8月のバッジ調整していけますよってことを言ってたんですが、まあ運営さんがね、このコスト180に適正化するよりデッキの選択肢を減らさないことを優先すると。いうことで、この8月のスキルバッジ対象のコマがこれ以上増えたりとか入れ替わったりすることはないですよ、というお話でした。なんで、これはもう、バッジを解除していく方針らしいですね。この中で解除されるとしたら、ノーメフとか、シーラーザードとかかな?あとは、ラーニとか解除してもいい気がするけどね。ハイサラとかね。まあでもこれ解除したら、また、何回か暴れるかもしんないけどね。はい。さあ、そしてですね、さっきのね、スキルバッジの適用も、まあできるだけ、まああんまり増やさないようにするという話だったんですけど、で、これで、もともとはね、フェリア、神格の守護者、両方にバッジが付く予定だったんですが、フェリアだけになりましたと。ということで、まあ、守護者はね、まあ、今まで通り使えるよ、というところになってます。はい。で、このフェリアなんですけど、まあ、フェリアね、まあ、もしかしたら一部の方勘違いしてる方もいるかもしれないんですけど、まあ、これは8月1日から8月31日まで、なんで、8月だけ、このチャンピオンシップの本戦の期間中だけですね。なんで、チャンピオンシップの、この、環境、対戦環境を調整するための、まあ、フェリアのバッジになるので、まあ、9月からは、また元通りになって、普通に使えるということなので、まあ、その辺はまあ、安心かな、というところですね。で、この8月のスキルバッジ調整、最終ラインナップは7月29日の新着をするには、なんで、新調駒が発表されるタイミング。で、まあ、いつも通り、お知らせされますよ、というところですね。はい。さあ、次これ。火炎極炎スキル。これね、まあ見ていきましょうか。こちらがね、7月上旬、まあ今月上旬のシーズンマッチ無補正ダイヤモンドマスター上位1000以内での勝率データとなってますよと。ね、そういえば、先月のシズマデータ多分ゲーム内で出てるかなと思うんですけど、あれまだ解説の動画出してないですよね。でも結構遅くなっちゃうんで、出すかどうか今迷ってるんですけど、もし出してほしいって方いれば、まあコメントください。そして出すんで。はい。で、まあね、これね、上位1000以内なんで、勝率はもちろんね、総合勝率よりかはまあもちろん高くなってるんですけど、まあ見ていくと、火炎が、火炎全体ね、
火炎全体が 57.4 ということで、ラニコンゴよりも 1.3% 上っていうところで、まあ、火炎勝率が高いよと。ただこの火炎の勝率を底上げしてるのは誰かっていう話ですよ。この火炎の勝率を底上げしてるのがもう皆さんご存知ラニ火炎ですね。はい、これ上見てください。上 61.1% 61.1 はおかしいでしょう、どう考えても。まあ、カフネ火炎、ベルトリン火炎はね、まあまあ 52.1%、 まあすごいね、いい勝率かなと思います。まあ、むしろもうちょっと高くていいかなと思うぐらいなんですが、問題はこのラニ火炎ですね。はい、まあこいつがこの火炎の勝率を底上げしてるという話ですよ。で、しかもね、先月のシズマデータで火炎ですね、火炎の全体の勝率が確か 55% なんですよね。この55がどれぐらい高いかっていうと、何をタトにしようかな。シーズン1のマフェリア。シーズン1のマフェリア。まあ、マフェリアデッキは、ちょっと今声が。マフェリアデッキってシーズン1の環境トップデッキなんですよ。まあ皆さんね、まあ体感でマフェリアめっちゃ強かったなと思う人もね、いるかなと思うんですけど、そんなマフェリア、シーズン1の総合勝率 53.7 です。一方の火炎デッキ 55% これはまあもう調整せざるを得ないよね。これはさすがにね、運営さんがまあ早急に措置を取ろうとしてるのもまあ頷けるかなと思います。しかもこの 55% って火炎の総合なんで、今出てるこれみたいに多分ラニ火炎が底上げしてるんですよ、勝率を。なんでってことはラニ火炎は多分55よりもまあ上という話になってくるよねっていうところですね。なんでこれはまあ調整まあしないといけないですよね。うん、っていう話ですよ。で、火炎極炎スキルについてということで、まあご意見というところで、特に威圧が重なるのと外周火炎が重なるのがどうしようもないんだけどと。まあね、もうオスロニアやっぱ変置きで強い駒が結構いるんで、それができないってなるとね、もう辛いですよね、それはね。ということでこれがどうなるかって話ですよ。いやー、このね、キャラがね、映ったと思うんですけど、この真ん中に人竜が映ってるところでもうなんか嫌な予感がしてたんですが、こちらですね。はい、ということで、まあ、6月30日の YouTube ライブ教えて KJ の中であった、2020サードシーズンに、替えの対抗スキル、出しますよと、言ってたんですが、まあ、上さんによると、対抗先のスキルの導入から、対戦環境に馴染んでいくのに時間がかかると。いうふうに判断したらしく、一時対応が行われますと。さあ、一時対応ですよ。一時対応、この真ん中に映ってる人竜。もうね、お察しの方はいると思いますが、はい。人竜のスキル内容変更が来ました。これしかもバッジとかじゃなくて、もう根本的なスキル変更。ですね。多分これ、いつ以来ですかね、こんな、なんか、下方修正、もう完全な下方修正するのっていつぶりなんですかね。ってことで、もともと輪竜ですね。デッキに竜10枚以上って、まあ、おなじみの火炎条件ですね。で、外周火炎小、かつ、アタック200減少のやつ。これ3ターンと。で、コンボスキルが、相手がマリーダーの時発動できるアタック2倍というスキルになってたんですが、これがね、だいぶ良くなったね、これね。まあ、おなじみの火炎条件そのままに、盤面の左半分を火炎小2ターン。いやー、マジか。まあ、コンボスキルね、コンボスキルは強くなったと思う。自分のキラコマ1枚月 1.2 の最大 1.6 ね。まあ、コンボスキルはもちろん使いやすくなって強くなったと思うんですけど、やっぱスキルですよね、何より。いや、使おうかなくなったか。まあ、そうか。まあ、そうだよね。調整するってなったらそうするしかないもんね。で、左半分か。左半分か。しかも2ターンか。左半分だったらもうちょっとターン長くてよかったんじゃない？ 3 ターンとかあっても。よかったんじゃないかなと思いますね。で、これかわいそうなのがね、ラニ火炎の調整だと思うんですけど、純粋な火炎、純正火炎ですね。ラニ火炎じゃないよ。カフネ火炎とかベルトリンって火炎が巻き添え食らってるんですよね。なんで、そこがちょっとかわいそうだなと思います。だね。はい。で、この人竜の付け出内容の変更に伴いまして、この素材を、まあ一応配布されますよと。なんでプラス振っちゃったとか、もう、このスキルをフェアリーで上げちゃったとか、いう人にはまあしっかり戻ってきますよと。いうところですね。はい。なんで10日人竜持ってる人に多分戻ってくんのかな？多分そういうこと？
あ、すべてのお客様か。ってことは、じゃあ全員ってことかな。うん。全員もらえるよというところですね。はい。で、スキルバッジの調整じゃない理由なんですが、これはね、数値的な調整でしかできないところがあるので、まあ、外周回転と威圧を変更しない限り、まあ、劇的な調整にならないと。劇的な効果がないということで、まあ、直接スキル変更となりましたという話ですね。で、これですよ、問題は。ダウン調整で1年以上対象じゃないのかっていう話ですよね。人流だって2ヶ月。寿命短かったね、2ヶ月。3ヶ月か。すごい短いですけども。で、これが、人流を調整できた理由、できた理由っていうのもおかしいけど、逆転コインで交換できるコマだから調整できたっていうところらしいですね。やっぱ欠片とか使ってガチャで手に入れたキャラを、まあこんな感じで、まあ、パパッと調整できるわけでもないと思うんで、まあ今回の場合は逆転コイン、まあいわゆる無課金で交換できるコマ、無課金で手に入るコマっていうところで調整ができましたよという話ですね。なんで、この今までのそのトールとかバハムートとか、こういうね、ガチャで仕方に入らないキャラクターっていうのは、まあ一年ルールは継続されますよ、というお話らしいです。はい。はい、ということで次これですね。ということで、2020サードシーズンでの火炎対策スキルなど、で、まあ継続的に調整していきますよ、と。ただ、この調整していって、対戦環境的に問題がないと判断できるまで、極炎スキルのコマ、実装されません、と。いうところですね。まあ、これは、まあ、当然っちゃ当然かなと思いますね。確かにね、この状態で、極炎スキルのコマ出したら、別の意味で燃えるからね。別の意味で燃えてくるからね。恐ろしい方で燃えてくるから、まあまあまあ、これは、普通に、まあいいというか、まあ、いいんじゃないかな。これは。まあ、ただ今までのこのリリース済みの極炎スキル持つコマは、獲得可能ですよと。まあ、ベルガに関しては復刻がいつ来るかによ よるけどね。このアベルとティポンはね、毎月の超ゴマ、強ゴマで、入手チャンスはあるというところですね。で、この威圧がついてない火炎スキルについては発動条件など慎重に検討しつつ、対抗策スキルともに追加していくようですよというところですね。これ絶対最初にやりすぎたよね。これ、極炎スキルのコマ。なあ、もうちょっとさ、このティポーンとベルーガの威圧の量を下げてればね、もう本当に戦略性あって面白いスキルだったかなと思うんですけどね。その複数の極炎の効果を重ねてさ、威圧の効果どんどん強くかかっていってとかだったら面白いと思うんだけどな。やりすぎたらこれ最初に絶対。最初にティポーン人流出して、その後にベルーガ出てきて、ちょっとやばいなってところにアベレでとどめさせていくと。いう感じですもんね、本当に。なんでまあ、やりすぎたかな、最初で。うん。まあ、そんな感じですね。はい。で、次。これがね、結構注目。小物性のアップデートということで、下方修正ばっかりつまらん。ってことで、まあ、7月のね、バッジの内容が結構ね、もうほとんどが下方ですからね。はい。このダッシュとかがね、結構いい調整だったというところで、過去ゴマの、情報修正。皆さんがね、よく言ってる。まあ、僕もね、まあ一つ要望としてあるんですけど、これをね、今の関係で使えるようにしてほしいと。いうことで登場する新機能がこれらしいです。ということで、コマ性のアップデートがやってきますと。コマアップデートですね。はい。これ2020サードシーズンより過去コマ、過去リリースし、経年したコマの、スキル、HP、アタックなどの性能の定期アップデートを開始しますと。いうところですね。なんで、まあ過去リリースし、経年したコマと。いうことで、まあ昔のコマをね、やっと、使えるようにしてくれるという話ですね。しかもこれね、HP アタックもアップデートしてくれるっていうことなんで、まあ、パラメータも調整してくれるんだってことで、こいつ HP 低いよってなってるコマとかを HP 上げたりとかね、してくれるんですかね。はい。で、各シーズンの切り替わりをめどに、過去コマの性能のアップデートを行いますということで、これね、小さくね、スキルバッジとは別の根本的な性能調整ですっていうところで、これをね、刑事さんから聞いてきたね、僕ちょっと解説しようかなと思います。スキルバッジって、普通のソシャゲの情報化法とは話が違うんですよ。どういう風に違うかっていうと、スキルバッジって機関的なもので、すごい細かく対戦関係に合わせて調整できるんですよね。例えば、ティターニア。ティターニアはシーズン1で1600にダメージ下げられてたんですけど、今1800じゃないですか。これができるのはスキルバッジかなと思ってて、
これがもし普通のソシャゲだったら1600に下げて終わりなんですよね。1600に下方して終わりなんですよ、普通のソシャゲとかは。アップし、情報修正したら情報修正したらそれで終わり、下方修正したら下方修正したらまあそれで終わりみたいな感じなんですよね。まあ何回かね、情報修正、同じキャラクターに入れるってことあると思うんですけども、基本的にはそんな感じだと思うんですよ。普通のソシャゲっていうのは。ただ、スキルバッジは期間的なものであって、こう、なんかね、細かく調整できると。ピタニアみたいにね。っていうところなんですが、このアップデート、このコマアップデートっていうのは、これも半永久的なものらしく、なんでこれはもう普通のソシャゲの情報修正ですね。なんで、期間的なものじゃなくて、もう、これからはそういう性能のコマとして使っていけるというところらしいです。はい。まあ、ということで、最初のアップデートですね。最初のアップデート第1弾は、進化をもたらす進化神、進化ガト、この3体となっておりますと。で、こちらが7月31日からですね。さっきね、サードシーズンからっていう風に書いてあったと思うんですが、イメージを分けやすくするために、マメさんが7月31日から早速、この第一のアップデートをやってくれたしですね、充電が 20% しかない。はい。で、まあ、パパッと動画撮っていきましょう。はい。じゃあ、性能見ていきますか。ということで、まず、進化マテラスがですね、両方140にアップしましたと。いうことで、もともと120の回復と120のオールスという感じだったんですけど、これが140になりましたよ、ということで、まあ、進化マテラスね、すごい使いやすくて、まあ、まあね、元から、まあ結構強いキャラではあるかなと思うんですけど、これがね、使いやすさそのままにね、威力が上がりましたと。いうところで、これかなり使いやすいですし、結構強いんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。どうなんですかね。はい。まあ、ただ使いどころは結構難しい気もしますがね。はい。このスキル回復コンボスキル、特殊っていうこの組み合わせは、ちょっと、ね、現環境だとまあ、どの時期に入れていいかちょっと迷うところはあると思いますが、はい。まあ、ただ、すごいね、強いかなと思います。このね、スキルの140オールス回復っていうのは、フリジアのコンボスキルと同じ威力なんで、まあ、それを考えると、まあ、すごい回復しそう。はい。で、次。次が進化神と。いうところ、進化神が、HP がまず上がってますと、1220から1440に上がりましたということで、これがさっき言ってた HP アタックの調整ですね。で、このスキルの通常攻撃を、まあ、跳ね返す、この、罠の威力が 135% に上がりましたと。もともと130だったんですが、まあ 5% アップしましたというところで、まあこれね、アレスデッキにもともと、まあ採用される駒だったんですが、まあ HP も上がって、威力も上がって、まあ非常にまた使いやすい駒、強力な駒になったんじゃないかなと思います。はい。さあ問題はこいつですよ。こいつがね、今回化けましたね。進化ガートですね。スキルが攻撃力アップ、アタック 1.7 倍。はい。で、コンボスキルが、この、竜駒、自分の竜駒1枚付き 1.3 倍で最大2倍と。いうことで、HP アタック元から結構高いんですね、このキャラ。よし、このね、3枚以上ひっくり返すのマスで発動できるって条件なくなるだけで結構化けましたね、これね。これね、アタック 1.7 倍でも、まあ、そこそこね、火力出ると思うんですよね。で、しかもこのコンボスキルはもうこれも速攻竜に採用不可避じゃないですか。この 1.3 の2倍コンボ。ファイアドレイク使い、レッドダヘと同じコンボスキル。これ非常に強力ですね。で、これね、僕一つ心配なのがありまして、こいつ、竜条件がないんですよ。何かへの強化になってないですか、これ。竜単条件とか一切ついてないんですよ、このキャラクター。だからね、何かへの強化になるんじゃねって個人的に思ってるんですけど、どうですかね、これね。忍竜をせっかく加工したのに、この忍竜の枠にまたこいつ入るんじゃないかな、と思ってるんですよね。ちょっと怖いですね、この修正は。速攻竜に使われる分にはもう全然問題ないんですけど、またら2回に入ってくるとね、このコンボスキルが強いんですよ、これ。1.3 の2倍。しかも、ラニカエンってね、もちろんラニカエンだから、竜10枚以上で組むわけだし、このね、コンボスキル最大2倍って割となりやすいんですよね。なので、それ考えるとちょっと怖いかな。バハとこの2倍コンボ繋げたりとかしたら、いや、想像するだけで恐ろしいな、これ。このね、ラニカエンでこの 1.3 の2倍コンボこんなの使われたらちょっとたまったもんじゃないっすよね、これね。なので、ちょっとその辺が心配な性能でありますが、しかもアップデートっていうことなんで、バッチミザーにその避けられたりとかがちょっとできないんじゃないかな。
いやでもバッジは作られるか。アップデートした上でバッジ作ったりとかできるのか。まだその辺はちょっと、心配ですね。はい。はい、ということで、このコマアップデート、次回第2弾のアップデートは2023サードシーズン開幕時と、いうことでまたね、2023サードシーズン開幕前の新着をそれにやり、また、コマのね、アップデート、こいつアップデートしますみたいなのが発表されると思うんで、またその辺もね、楽しみになってきますよね。はい。最後、オスラビーイングについて、まあ、これはね、軽く触れていくんですが、今のオスラビーイングって、まあ、勝率じゃねえわ、何勝してるかとか、勝数ですね。とか、暫定順位、まあ、シーズマの暫定順位とか、結構はっきり出るんですよね。なんで、正直なところ、まあ、それを見ると、もしかしたら誰かとか結構分かったりするんですよ。っていうところで、匿名性があまり高くないという話ですね、これね。はい。なんで、この、匿名性を高めるために、範囲表示にしますと。例えば、14,377 章とか、あったとしたら、1万章以上っていう風に、まあ、範囲で表示されますよ、というところらしいですね。はい。で、7月カップ戦を本戦中についてなんですけど、オスラビーイングね、チャンピオンシップと、カップ戦と、シーズンマッチと、まあ、この3つがね、まあ、表示されるわけなんですが、まあ、この匿名性が低いまま、カップ戦のやつ表示しちゃうと、この人このデッキ使ってるなっていうふうに、ま、バレたりとか、っていうのがあると思うんで、本戦中の対戦は、オスラビーイングには表示されません、というところですね。まあ、これは、安心ですね、これでね。はい。こんな感じかな。はい。ってことで、じゃあ今日ね、たくさん情報をまとめてきましたね。まあ、結構大変だったけど。っていうことでね、あと僕からはお知らせというか、しときますか。はい。ってことで、まあ、まあ、前回の動画で結構、体調崩したりとかあるよっていうふうに言ってたんですけど、まあ、無事に最近結構戻ってきたので、また、こっから通常通り、いろいろやっていこうかなと思います。で、オスラニアラジオね。オスラニアラジオの書き込みをちょっと皆さんにお願いしたいなと思います。今のままだとちょっと書き込み少なくて30分持たないんで。ぜひ書き込みしてもいいよっていう方、お願いしますね。はい。この動画で募集しますんで。はい。っていうところでじゃあ、また次回お会いしましょう。We'll be right back.